どうも赤ちゃんしです。今日はですねこちらです。無印良品である商品を購入してきました。で今日購入してきたのはこの前ね僕ドクターマーチンのタッセルローファー購入したじゃないですか。でこれを購入した時にシューキーパー使わないんですかっていう風にコメントいただいたのかな、誰かに教えていただいて、あそうだシューキーパー久しぶりに使ってみようと思ったんですよ。でシューキーパーね僕使ってたのがレッドウィングのアイリッシュセッターのクレープソール持ってた時にあれって反ってくるじゃないですか。それ確かねその時に使ってたような覚えがあるんですよ。もうずいぶん前の話なんですけども、で買ってきましたよ無印良品で。なんか無印良品のシューキーパーがかなりいいって聞いたのでこちらでございます。ちょっと高かったかな。こちら見えるかな、レッドシダーの素材のシューキーパーですね。でここにね書いてあって防虫消臭効果があると言われるレッドシダーを使い、これねいいんじゃないかなと思います。ただ高い、2500円ぐらいするけども、まあずっとね多分使い続けられるのでまあ一つあってもいいかなと。あとまあ無印クオリティだからまあまあそれなりにこうねいいものだと僕はね思っておりますので、一応僕ねやっぱりこうインソールはね敷きたいんですよ。なぜかこれ癖ですよね。これ外します、まず外します。こんな状態、これタッセルローファーってむちゃくちゃいいですね。こう雰囲気も好きだしドクターマーチンのこのソールがねむちゃくちゃいいんですよ。で足全然痛くならないし若干の重さはあるんですけども、その程よい心地いい重さってあるじゃないですか靴に関しては。これでねやっぱ大切に使いたいっていうこともあってのシューキーパーなんですけども、無印いいな。でも高かったもうちょっと安い、確か100均とかも確かあるんですけども、せっかくなのでこれどうやって開けるんだ、開け口がないな。ちょっとこういう風に開けようか。シューキーパー久しぶり、レッドウィングのアイリッシュセッターのプレント以来ですね。あ匂い結構するこれ、あ結構木の匂いで、こうこんな感じになってますね。これ多分いろんな靴の幅に合うように、でこれがねここはバネ式になってるんですよ。これで、サイズが25センチから28センチまで対応できると。これ多分ね確か簡単なんですよね。こういきますよ、これで幅グッと押さえてこういくでしょ、で差し込んで、これがバネ式になってるからクッとするだけ、もうこれだけでバッチリ。あこれは結構こういいや、いい、もう一つつけましょう。これなかなかいいな、ちょっと高いけど、さっきからちょっと高いけどって言うけど、まあ何年も何年も使えると思うんでね、思い切って購入いたしました。これいい、あこれ使いやすい、すごく。であとねこう紙やすりもついてるので、多分何かこうメンテナンスするときに使うんでしょうね。あなるほどね、これで型崩れ防止ってことか。でこういう風にした時に多分クリームとかつけて、まあ多分手入れとかもしやすいだろうし、型崩れ防止っていうのもまず第一だと思うんですが、消臭効果、防虫、ここはいいですね。消臭効果、革靴だから結構ね消臭効果は重要だと思うので、あと風通しがいいところに置かなきゃカビとか生えるじゃないですかどうしても、まあ、そのあたりも含めてこういう風に保管しておけばいいんじゃないかなとか思いました。はい、ということで今日は無印良品のシューキーパーを購入して、この前購入しましたドクターマーチンのねタッセルローファーがね型崩れから守られるんじゃないかなっていうような動画でございました。では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録をお願いいたします。あと Twitter、Instagram、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、かつよしでした。ではまた見てください。このね、レッドシダーっていう木が消臭効果があるから、ハンガーとかも確かねシリーズであったんですよ。そのあたりもちょっと気になるかなとか思いました。